また最高気温は平年よりも高い日が多いでしょう。松江市ではこの期間30度まで気温が上がる日もありそうです。ここまで県内のニュースと気象情報は松江から大月がお伝えしました。まもなく7時になります。 JOTKFM NHK 松江 FM 放送です。6月13日